はい、どうもです。ジョンがレジスタンスポイント溜まってオコになってます。で、そうなんだけど、とりあえずね、ジョンがオコになると、ホールズエンドに呼び出されて、神父さんと、ニックがお仕置きされてるっていう状況が生み出されるんですけど、ニック助けてません。だからニックがスペシャリストとして僕には加入されてません。利用不可ですね。お、しかしニックいないか。あ、よくできてるな、これ。ニックいないわ。あ、ニックいない。すごい。あ、じゃあこの時はもうニック・ライは教会に集められてんだ。ああ、やっぱこのジョンの飛行機もなくなってるわ。ニックとは一度もこのセーブデータで会ってないけど、なんか仲間チックな扱いにされちゃってるわけですよね、結局は。あ、リモート爆弾どうなった？ムービーには反映されないからね。で、まあこうムービーに入って、まあ、ニックがいるわけだ。憤怒と掘るところだ。憤怒。あ、やっぱいるわ。ニックさんすっぽんぽんにされてるけど、面識ないんだよね、このデータは。どうして僕がって感じでしょうね。なんでこの神父さんとすっぽんぽんにされなきゃいけないんだみたいな。知らない人ですけどみたいな。なんだ、結局こうなんのか。でも全然面識のないニックさんですけど、あ、なんかちょっと動くわ。あ、動いた。なんだ今ちょっと新たなキャラクターを発見。ニック・ライ、どこ行くんやお前。スポンポンでどこ行くんやお前。あ、ちなみに最初に仕掛けてた爆弾はなんかここに落ちてますね。サービル。あ、ちょっとついててみよう。ファーザーは守ってくれなかったねっていう。あ、そうなの。ちょっとジョンの後追ってみたでもやろうかな。この後ジョンはじゃあ逃げ込むのかな、兄弟たちのバンカーに。仲良く行こうぜジョンちゃんよ。もっと近づきたいな。風が厄介でござるね。クソ。もうちょっと近づきたかった。ジョンちゃん可愛いね。よし。はい、ジョンの後追ってみたでもやるか。どっかに向かってんじゃないこれ。なんかジョンが逃げ切ってしまったゲームオーバーとかあるのかなこれひょっとして。うわめっちゃ泳ぐやんジョンちゃん。やばいぞ食われんじゃねえかあれ。やべえクマじゃないですか今。ちょっとジョンを助けたい。いいぞジョン。あちょっと待ってくれふざけんなよ。俺はジョンの行き先を見守りたいんだ。超走っとるやん。いたぞ。よしジョンの後をつけよう守りながらね。やばいぞ RPG じゃ守れねえか。クマとか自然動物が「あジョンさんお疲れせーす」ってなってるから。あどけい。待ってジョンさん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 それずるいっすよ。せっかく俺が守ろうと誓ったのにあいつなんか白状だな。あバギーバギーあったバギーあったいけ。どっかには向かってるよねこれ。よっちジョンさんひどいっすよ。めっちゃ相性悪い俺ジョンと。どこに行くですか。別になんかどこかに向かうとかないのかな。めっちゃ犬に追いかけられてるけど。おっジョンズゲートだからジョンのバンカー向かってるわこれ。へえ逃げ込むんじゃない。ジョンさんなんだこれなんだこれ。やばい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 。あっちょ待っててみましょう。あと 400m 結構来るね。あ、なんか急に音が変わりましたけど。兄弟よ、姉妹よ恐れるな。このために備えてきたのだ。ファーザーは俺たちを導いてくれた。バンカーの準備をしろ。あ、これはバンカーなんですね。俺は準備万端よ。ジョンさんもすぐ合流できますよ、俺。一緒に行きましょう。あれ車じゃないっぽいな。ちょっと徒歩だなこれ。あジョンさんお疲れ様です。待ってなんかジョン孔明でしょ今のこれ。伏兵だ伏兵すぎるぜ。待ってジョン孔明すぎる。くねやれファーザーじゃねえけどな。ジョン孔明すぎません今の。あちょっとジョン孔明の伏兵にやられた。ということでホールズエンドにちょっと遊びに来たんですけど。そうですねもうなんかずっとここにいるんでしょうね。あと倒すかじゃあ。なるほどね。なんか多分中には入らないにしてもジョンのバンカーまで戻ったっていうのはちょっとよくできてるなと思いますね。よくできてるというか、まあ当たり前なのか。こいつの家だもんな。なんかこのなんか仁王立ちしてるやつら意味わかんないよね。こいつら反応すんのかな。これ何なんだこれ。なんか隣ですっげえ働いてるけど、ジョンさんがこの人たち全然なんか飾りみたいになってんだけど、なんでだろう。こんなに生き生きとしてるジョンさんを近くで見たの俺初めてだよ。強え。テイクダウンにならない。強えジョン。テイクダウンになんなかった。やっぱあの二人に守られてるやん、この電磁波でな。あら、ジョンの強化装置ですよ、あの二人多分エネルギーを送り合ってるのよあれ。じゃあこれでバイバーイ。わー、お尻がすごい綺麗で映りましたね。あ、でもねすごいわこれ。ムービーシーンがさ、ちゃんと森の中とかちゃんと分けられるね。俺前これ最初にジョン倒した時森の中だったんだけど、森の中だったよ情景が。おい